どうぞ。こりゃ、これが涅槃騎士の頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いで、ひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば、実際に手元に物があるかないかなんてどうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて、本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね？間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。ま、多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんで。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでねえって。みんな気合い入れろよ！するだけで避けられちまったんだ。可要让我尽兴一点。啊！放马过来吧。小心点。哈！谁？遅いですね。尽兴一点。
ですね。終わらせる。どうした。さあ、幕を。おじけづきました。受けてみな。命を大事に。これで。ありがとうよ。俺の番だな。来ねえのか。相手してやる。相手してやる。関係。かやらは尽心意だ。いつでも行くぜ。いや。うわ。水にまで。しっかりと。やり。俺の番か。私の出番ね。覚悟。お茶にしましょう。よっと。すまん。ありがとよ。いつでもどうぞ。関係だろ。ちっ、ちょちょやで飲まないよ。何？来ない。回復だ。よし、おじけづきました。やるのかい。相手しやで。もらった。ほら。うお。ほら。任せといて。腰抜け野郎が。
お茶にしましょう。よっと。ありがとうよ。調子出てきたぞ。遅いですね。年場だな。おじけづきました。あ？ガツンと行くぜ。身だしなみ整えていこうぜ。え？調子がいいぜ。相手してあげる。いつでもね。ほらよ。ありがとよ。相手してやる。全力で行くよ。遅いです。ガンガン行くぜ。おじけづきました。ふう。任せといて。手加減はなしだ。全力で行くよ。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。ぶちかます。おじけづきました。全力でかま。よみがえれ。センチオ。まだこっからだろうが。しんどい。調子出てきたぞ。遅いで。私の出番ね。何？こんな。調子出ねえな。こいつで決まりだ。よみがえれ。センチオ。いつでもどう。やるしかねえか。ビビってんのか。いけるか。うっしゃ。この拳受けてみやがれ。よし。さっさと来い。お茶にしましょう。よっと。ありがとうよ。死んで。きっちりな。くそ。受けてみな。命を大事に。これでありがとう。よし。いつでもどうぞ。ほらよ。ありがとうよ。私の出番ね。おじけづきました。どうした？覚悟。お茶にしましょう。ちょっと手加減。ありがとう。手加減はなしだ。よし。終わらせる。調子出ねえか。ガツンと行くぜ。身だしなみ整えていこうぜ。いつでもどうぞ。任せといて。いつでもいいぜ。ビビってんのか。行くぜ行くぜ。何？来ない。
でやるぞ。オッケー、ボッとしてっと怪我するぜ。調子に乗らない方がいい。どうやらあなた方を見くびっていたようだ。調子出てきたぞ。いつでもどうぞ。遅いですね。ほら来いよ。聞かんだぜ。行きてえ。どうした。おじけづきました。ほらよ。ありがとう。全力で行くよ。腰抜けろ。フラフラするぜ。回復しとくか。ぶちかます。いつでもどうぞ。全力でかます。よみがえれ。戦士よ。まだやる。任せといて。ビビってんのか。さっさと来い。おじけてきました。くせえ。はっ。おお、腰抜けやろうが。うわ、調子がいいぜ。ああ、すっきりした。よし、いつでもどうぞ。はあ、お茶にしましょう。よっと。ありがとう。ありがとうよ。すっきりしたぜ。受けてみな。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうよ。行くぜ。行くぜ行くぜ。やるのか。やっ。私の出番ね。ぶちかます。おじけづきました。整えていこうぜ。調子出てきたぞ。さてと。おっ。よし。ビビってんのか。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。調子がいいぜ。遅いですね。ガンガン行くぜ。
手加減はなしだ。トリア！シュークア！お茶にしましょう。よっと。ありがとう。ビビってんのか。行くぜ行くぜ。やっ。はっ。いや。ぶちかま。うわ。うわ。しびれる。こんなやつらに半殺しでは。調子出てきたぞ。遅いですね。調子がいいぜ。ほらよ。すまねえ。ガンガン行くぜ。うん、いつでもどうぞ。うん、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 見せたらごめんね。ああ腰抜け野郎が。やるしかねえか。おじけづきましたか。腰抜け野郎が。行くぜ。残念でしたね。俺の番だな。行くぜ。ごめん。遅いですね。すっきりした。私の出番ね。いつでもどうぞ。相手してやる。おじけづきやろうが。はい。すまねえ。どうして。すっきりとして。調子だぜ。また強くなっちまった。バカな。何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。
あんたに聞きたいことがあるんだ。茜さんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだワン父さんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい。そりゃ悪かったよ。で総帥のワン父さん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。桐生さんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるがな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは涅槃騎士なんてチンケなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョーやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。茜とかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。統帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，おい座れ。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事很快就会传到老板手下的耳朵里，接下来就由我来举火为号吧。举火什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死。あいつは何したんだ。どういうことだよ。おい、
さっき中国語で、あいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には。のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人收好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よくわからねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそうやなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。